してる感じで、ああ ご褒美ね、今からちょっとねやりますので、はい、ということでね、今日は一応ですね、ジージのバースデーということでね、はい、お集まりいただきまして誠にありがとうございます、ね、2回目のステージはね、お待たせー、ジージをフィーチャーしてですね、何曲かお届けしてみたいと思います。はい、先ほど素敵な16歳をお送りしましたけれども、素敵な69歳ということで、ね、GG、はい、8月の11日で69歳になりました。ねえ、ロックですね、ロック、いえいえ、皆様にはかけます。あ、そうですか。あ、今日はありがとうございます。なんか仕事を休んでまで来たらしいですから。行きちゃうんだよ。だ土曜日ですよ。ね、ジージマスク着てもまあいいんですけど、このスクリーンがねありますんでね。でもまあジージ声が大きいんで、マスクぐらいしたくないでちょうどいいぐらいかもしれないですけれども、まあ持っていかないんで、正解のことなんでね、今日は。はい。はい、下が小さいから声だけでも大きい。目立たないんですか。いやいやいや、十分目立っています。いえ、そんなことない、存在感バリバリありますけれどもね。はい、沖縄出身でございましてね、はい、じゃちょっと沖縄ソング、なんかお得意なやつ言っていただいていいですか。35曲あれですか。もう準備してるし、ブルースさんがすごいんですよ、この頃から。もう1週間、2週間前くらいから、こんなに三振が上手だと思いませんでした。じゃあね、ちょっと始まりつつありますけれども、朝倉ユンタという曲がありまして、朝倉ユンタもどちらかというと民謡のニューミュージックみたいな、新しい方、新しい方では、そうですか、一番がですよね。ほぼ標準語でしょ。そうですか、標準語ですか。標準語かもしれない、沖縄の標準語かもしれないけど、ちょっと我々がちょっと分からない、分からない、ちょっと聞き慣れない表現が、愛の手、愛の手、怪しい、なんかね、お客さんがコールアンドレスポンスで歌うみたいな曲なんですよ。歌の中にちょっとね、お囃子みたいに、それ練習するんですか。そうですね、はい、2パターンあります。さあゆいゆいというのと、もう一つはね、ちょっと呪文みたいですけどね、また犬死んだらかかむしゃまよですね。死んだら神様よ、死んだら神様よ、覚えらしいです。もう死んだらの神様、全く違うと思います。死んだらの神様、もう大体下ネタの顔がしないな。沖縄下ネタが多い、歌だけな、泣いてる。それじゃあね、はい、まあやっていくうちに、我々もね、メンバーも言いますから、ね、なんか雰囲気で一緒に、皆さんも一緒にね、参加してもらえればと。まあ、昨日から2回目ですけど、この歌、はい、やっと慣れました。もう慣れた。1番しか分からなかったんですか。まあそうですね、5番までありますので、ね、ぜひぜひ行ってみましょうか。はい、お願いします。朝倉また会える。
ねえ。あのね、今日みんなにお囃子今日言ったからね、リハの最後に言ったから、この曲はね、まあちょっとファンはチェンジ。それは無理よ。今日聞いてすぐは無理よ。ファンもね、ジェンジさんならできると思ってた。そう、セリフさんが行こうとこういうところからね。いや、私も沖縄から着いたかったんで。よく来れましたね、この台風の中は。もうすごいよ。よく飛行機飛びましたね。ちょっとあの正直言うと、昨日から家に帰っていません。帰って、あ、もうあのお泊まり。もうあの雨で帰れなかったです。変なおじさんだから、変なおじさん。我が家です。
月を迎えた頃はみんな同じ夢を見た。夢はいろいろある方がいい。さあ、というわけで皆さん本当にご苦労様でした。今のは気づかないのが正解。ありがとう。ありがとう。っていうか、どうした？はい。そろそろ乾杯の音。乾杯の音。やっていきましょうか。俺が手当てるの？では夢の数だけ愛かI'm not afraid to die.
フリースだからね、ああいう歌でお届けしてみました。さあそれではね、もうみんなも緊張もねやっと、ね、ちょっと緊張がほぐれたかな。これでね楽しいですね。いいですね。やっぱり毎週ねまたのバームスプリングスに課題を与えております。怖い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 。先週はねクリスタルキングのね北斗の拳をしていただいてその前が大都会とかね結構もうグリスなんていうのパームスプリングスでしかねできないような曲をね、はい、お届け毎週お届けしておりますけれども今週はね沖縄ということで、はい、ちょっと何曲かね聴いていただきましたがさあお待たせいたしました。それではここでねもう安心できる曲のオールディーズナンバー4曲続けてお送りしたいと思います。それではまずはこのナンバーからです。プリンスミスターホンサマン。
Bye.
ステージラストは番組グランプリステージの高級ナンバーをお届けしてお別れしたいと思います。次回1時半で我々の最終ステージが1時からに始まる予定ですけれども、その前にね、本日ももちろんカナちゃんのグランプリショーありますのでね、そのまま楽しみにお待ちください。それでは3回目最終ステージでお会いしましょう。テンソのお相手はアーダースプリングスでした。 Thank you。